皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。本日はサマーリーグも2試合を終え前半戦が終了したということで、サマーリーグの感想についてラジオ形式で話していきたいかなと思っています。もしよろしければ最後まで聞いていってください。では始めましょう。ウォリアーズはレイカーズそしてペリカンズとサマーリーグ戦いました。カリフォルニアクラシックと今回行われたサマーリーグをそれぞれ比較してみて自分なりの考えを話していきたいかなと思っています。まずはチームの現状というところでまず話したいんですけども、そうですね、カリフォルニアクラシックは以前の動画でも述べたようにですね、ボールがよく回りみんなが均等に割と効率よく点数を決めることができていたというところが印象に残ったという話をしました。ディフェンスに関しては未だにミスコミュニケーションが起き、そこで簡単に裏を取られてしまうというようなことがあったってことも話していたかなと思います。では今回の2試合、まあサマーリーグで行われたこの2試合ではどのような状況だったのかってところなんですけども、ボールが思った以上に回らなくなってしまったかなというところがあります。決して軽視してるわけとかではないんですけども、カリフォルニアクラシックではポジェムスキーやユーリ・コリンズといったガード陣がやりたいようにボール回しをして、周りの選手たちにいい感じでパスを供給してシュートを決めれていたのかなって言った試合だったと思うんですよね。ただ今回のレイカーズとペリカンズ戦ではやはりそれがうまくいかず、どちらかというとパスをシャットアウトされるような状況、特にコリンズに関しては相手が大型なガードということもあり、かなり苦戦していたのかなという印象です。ポジェムスキー自体は今回の試合も10アシストしているように、アシストだけ見ればいいんですけども、やはりその中でもターンオーバーしてしまうとか、結構そのパスが悪いとかっていう状況はかなり垣間見えたのかなっていうような印象を受けました。ポジェムスキーは1巡目選手ですのでロスター入りするんですが、やはり今後使われるということを考えると、良くも悪くもディビチェンゾのようなパターンのパスファーストな選手ですので、パスをするべきかそれとも自ら行くべきかといったところの判断が今後はより必要になるのかなと思います。どうしてもドライブで中に切り込んでいった後のキックアウトをかなり狙われて、パスカット相手のセンターとかフォワードにされている面がかなりありましたので、そういったところをもう少しいい判断をして自分で行くのか、それとも出さなきゃならないパスなのかってところを踏まえてやっていってほしいかなって思ってます。また自分で行くのはいいんですが、やはりその左利きということでかなりリム周りでは左のフィニッシュに頼るところがありますので、まあだからといって右手を使えというわけではないんですけども、まあそういうところ、まあ、判断ですね、判断をもう少し良くしていただければなって思ってます。まあ、まだ2試合しか終わっていませんので、まあ残りの3試合で今後どれだけ相手の同じ1巡目のいい選手と戦った時にどれだけの成果を残せるのかなってところは見たいかなと思っていますので、頑張ってほしいなと思ってます。次はレスター・キニョネスについて。キニョネスはこのチームでエースを張っていますが、前回レイカーズ戦では大不調に陥ってしまった選手の一人でした。まあ相手のマックス・クリスティが普通にレギュラーシーズンも相手のエース格についたりするような選手ですので、本当にここから点数を取ることができていればもう全然 NBA で通用するんだろうなと思って見てはいたんですけども、やはりそううまくはいかず、やはり封殺されてしまったのかなってところは感じました。まあ彼にウォリアーズは 2way を与えると思いますので、 2way 契約になった際にはロールプレイヤーというか、与えられた役割少ないでしょうけど、与えられた役割の中で活躍してくれればいいと思っているので、まあ今日もある程度復調した3ポイントと、あとは一生懸命頑張るディフェンスで貢献してくれたらなと思っています。ただディフェンスが今日見てて思ったのは、安易なファールが多いかなと。今日も結局7ファールしてるんですけども、相手のコースに入ろうとするんですが、ちょっとそれが遅すぎてブロッキングになるのが、ね、2つか3つあり、ディフェンスの、まあ、ディフェンスをしている時か、相手のスクリーンを避けようとした時に相手のそのかけてくる、まあ、大体センターだと思うんですけど、センター掴んで避けようとするんですよね。そういったホールディングで取られてみたりとか、かなり避けようと思ったら避けれるファールを結構してしまうので、そのあたりをやはりもっと改善していってくれた方がいいのかなと思っているので、今後はそこに期待しようかなと思ってます。次はサントスについて。前回本気を見せてくれっていう風に多分ラジオで締めたのかな、思ったんですけども、まあこの2試合に関しては彼はすごい頑張ってるかなと思います。結構ウォリクラの中でもサントスが頑張ってて 2way 上げたらいいんじゃないって話も出てるんですが、まあ確かブラジルなのかな、ブラジルかどっかのそのプロチームと契約してて、なぜか G リーグはいいんだけど NBA の 2way 契約にはできないだのなんだのって話を聞いてて、そうなんだって感じですね。まあ本当かどうか分かんないので、まあ嘘だったらすいません。
うん、ただまあ 2way でサントスを使うにしてはちょっとな当たり外れというか波が結構大きい選手なのかなって、前回でも前回ちょろっと話したと思うんですけど、やはりそのハンドリングの面ではやはり未だに不安材料はありますし、スリーポイントはかなり効果的に決めてくれるんですけども、うん、ちょっとディフェンスもまだ NBA レベルはきついのかなって感じてしまうので、彼に与えることもまあいいとは思うんです。 2way の契約が3枠になったので、まあ、分からないでもないんですが、その勝ちに行きたいってことを考えると、まだ他にも NBA に入ってなくて 2way 契約結べる選手もいると思うので、まだ探してみてもいいのかなと思ってます。ただこの2試合、サマーリーグ始まっての2試合でかなりいい感じになってきているので、まだ決めるのは時期尚早だと思うところもあるから、残りの3試合でもっと頑張ってくれれば、うん、頑張れば 2way 契約を上げれるのかなと思うので、とにかくあと3試合見てみたいかなと思ってます。とにかくディフェンス頑張ってほしいなと思ってます。次はジェイス・ジョンソンについて、画像左下の選手ですね、現在ボリアーズのセンターを一人で頑張っている選手です。トレイス・ジャクソン・デイビスがやはり怪我してしまってて出てこれないので、かなりゴール下で体を張って頑張ってくれてる選手です。まあ、2way を上げれるかどうかって言われると、フリースローが苦手そうなところとか、そのリムプロテクトがまだうまくできてない、まあ、そこまでのセンターというか、まあ、ディフェンス型のセンターではないので、うん、やはり厳しいところはあるのかなと思います。まあ、パスがうまかったりとかスクリーンをかけたりとかってところはすごいいいんですけども、うん、やはりそのディフェンシブのセンターを今求めてるのかな、ウォリアーズは、って考えると厳しいところはあるかなと思ってしまいますので、まあ、ちょっと 2way で、うん、上げれないかなと思いますけども、このサマーリーグ残り3試合で彼もどれだけできるのかってところを見せてくれればいいかなと思ってます。はい、以上今回は4人の選手について紹介してきました。画像には右上にゲイブ・カルシャーがいるんですが、まあ使ってもらえていませんので、ここで載せたいなと思って載せてるだけです。もっと彼を使ってくれ。はい、そんなところです。皆さんはこのサマーリーグどう思いましたか？個人的にはこの後ですね、2way が確約されてはいないですけども、2way として活躍するであろうキニョネスと、まあ今年のロスターに入っているポジェムスキーと TJT、トレイス・ジャクソン・デイビスがどれほどこの先活躍できるのかってところに、それぞれ活躍、注目してみたいなと思ってます。まあ、ターンオーバー減らすということや、もっと自分でいくということ、ディフェンスでのアグレッシブさ、ファールを減らすということ、などなど、とにかくまず TJD は怪我を治してくれっていうところですが、はい、その辺に期待して残り3試合見たいかなと思っています。皆さんはどの選手が気になっていますか？またサマリーの感想など何かあればコメント欄で教えてください。それでは本日のラジオ動画は以上となります。気に来てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。それでは。